今日の中継はここスレージ浜商店街の喫茶桜井からお送りします。なんでもこちらの喫茶店、一風変わったサービスをしているそうなんです。それでは早速お邪魔しちゃいましょう。こちらのコーヒーフロートもおすすめですよ。アイスクリームもオーナーの手作りですから。お待たせしました。ランチセットのオムライスです。すごい可愛いっすね。すごい似合ってますよ。そちらよろしかったらコーヒーのおかわりお持ちしましょうか。430円のお返しになります。どうもありがとうございました。目のご用になりますわ。どうもありがとうございました。またお越しください。どうしよう京介、やっぱりこの後インタビューさせてほしいって言うのよ。そんな情けない声出さないでよ。仕方ないでしょ、一応お母さんがオーナーなんだし。そんな柄じゃないよ。テレビって言ったら商店街のみんなも見てるし、何か失敗したらみんなの笑いものだよ。失敗するのは前提なのね。天国のパパ、私たちの京介がお母さんをいじめるようなヤクザ者に。まったくしょうがないな。大丈夫だよ、母さんならきっと大丈夫だから。京介、どうかな、まだダメ？ありがとう。ほほー、なつき先輩、違うぞ、別にこれはそういう意味のあれじゃ。別に、そんなに必死にならなくても、京介がマザコンなのは元から知ってたし。だから違うっての。まったく、京介さん、桜子さん、今は営業時間中なんですからね。まあまあ篠さん、そのくらいで。桜子さん、そろそろインタビュー始まりますよ。はい、わかりました、今行きます。どういった経緯でこうしたサービスを始めようとしたんですか？全部説明すると長くなるので、要するにこの商店街を盛り上げるためにみんなで協力しようということになりまして。あれ？この商店街の存続をかけて、隣駅のオーシャンランドにあるカフェと売上競争って話じゃなかったっけ、マユ？リサ、そういう生々しい話はテレビではちょっと。それにしても皆さんお若くて綺麗ですよね。本当に商店街にお住まいの奥様方なんですか？どうも。あんな大きな息子の母親なんですよ。それでは最後に視聴者の皆さんに一言お願いします。はい、喫茶桜井はスレージ浜駅から歩いて5分、商店街南口のすぐそばです。水着のまま食事ができるオープンテラスもありますので、海へお越しの皆様もぜひどうぞ。それじゃあ私たちも上がりますね。お疲れ様でした。はーい、クレアさんもマユちゃんもリサちゃんもお疲れ様でした。またマユと手伝いに来まーす。リサはその前に夏休みの宿題ちゃんとしなくちゃね。もうお母さんいつもそればっかり。ふん。気をつけて帰ってね。
今日の売り上げも順調順調っと。商店街を潰したいオーシャンランドのお目付け役としてはやっぱりこれは困っちゃうのかな。ちょっと人を地上げ屋みたいに言わないでください。私はこの地域が活性化するならそれはそれで。京介、お疲れさん。今日もお入りだったね。めでたいめでたい。夏木先輩が、つうわけで今日も我が家でお祝いの酒盛り先にやってるから、あんたも早くおいで。ああ、さ、酒盛りって。そう、そういうこと。ほら、どう京介、興奮する？先輩、まずいってそれ。もういいってば、隣で旦那が寝てるんでしょ。大丈夫だって、酒が入ったら絶対起きないから。電気消すわよ。いらっしゃいませ。こちらのお席へどうぞ。こちらメニューになります。ご注文が決まりましたらお呼びください。やっぱり割り切った方がいいのかな。え、何？あ、いや別に何でもないよ。京介、なんかちょっと変だよ。今日もあんまり食べてなかったみたいだし、何かあった？本当に何でもないってば。母さんには関係ない話だから。そう。でも母さんにできることがあったら何でも言ってね。はい、私そろそろ上がりますね。倉庫の在庫分かる範囲でチェックしておきましたから。あ、はい、すみません、クリアさん、お疲れ様でした。ところで京介くん、なんすか？うちの人今夜は新婚会の寄り合いで遅くなるし、リサもまゆちゃんの家に泊まりに行ってるんです。ええ、チャンスかもですよ。クレアさん、なんでまたそんな。だって夏希ちゃんとはしたんでしょ。あ、いや、まさかそんなこと。隠してもダメです。ちゃんとお顔に書いてありますから。クレアさん、ではお待ちしてますね。気が向いたらうちまで来てください。あ、あ、ちょっと。京介、外の片付け終わった？あれ、出かけちゃったの？ここがクレアさんの部屋。アイスコーヒーなんて。お店で飲み飽きているかもしれませんけど。クレアさん、その格好。今度お店で着てみようかなと思って用意していたんです。いかがですか、ご主人様。ご主人様って。そんなに緊張しなくてもね。クレアさん。じっとしててください。遅いな、京介。一体どこ行っちゃったんだろう。
せっかく今日は一緒に食べようと思って、京介の好きなものばっかりにしたんだけどな。